皆さん、こんにちは。ラングイステオスの吉武です。今日はペーパードライバーとは何かについて説明した文を紹介します。在日本过得还不错的一年 N3 加 N2 生活日语语音课程，一月二十四号前限时五折，再送二十堂线上直播。详情请看资讯栏。 ペーパードライバーって何ペーパードライバーというワードを聞いたことありますかこれから免許を取る皆さんの中にもご存知の方が多いかもしれませんね。ペーパードライバーとは運転免許を取得してから運転をしていない人運転をする機会がない人のことです。ペーパードライバー と英語で表現されていますが実は和製英語日本だけで使われている言葉自動車学校によってはペーパードライバー教習というしばらく運転をしていない人向けにもう一度基本的な運転の技術を教えるコースを設置している学校もありますそれではなぜペーパーなのでしょうか それは昔の免許証は今のようなカード型ではなく紙、ペーパーでできていたので紙を持っているだけのドライバーという意味で使われるようになったと言われています皆さんも免許取得後は旅行やドライブなので運転する機会も増えると思いますがもし ペーパードライバーになった場合も、運転免許証の更新は忘れないように気をつけましょう。はい、いかがでしたかでは、意味や文法を確認しながら、ね、一緒に見てみましょう。ペーパードライバーって何通算数値すそも。ペーパードライバー、ペーパードライバー。 字字上司字。ワード、ね、ワードは、単字、ね、の意味です。詞會。ペーパードライバーというワードを聞いたことがありますかペーーー、パドライバこれから免許を取る皆さんの中にも、 ご存知の方が多いかもしれません。ご存知というのは知っている知道的禁欲。ご存知は知っているの敬語です。将来要考察照的人に可能有很多人知道。ペーパードライバーとは運転免許を取得してから運転をしていない人、 運転をする機会がない人のことです。ペーパードライバー是指、已維取得驾照却没有在开车、或、没有机会开车的人。ペーパードライバーと英語で表現されていますが、这个词其实是英文的ペーパードライバー。実は和製英語。 日本だけで使われている言葉自動車学校によってはペーパードライバー教授というしばらく運転をしていない人向けにもう一度基本的な運転の技術を教えるコースを設置している学校もあります。によっては というのは、看状况，看各个的学校都有意味ですね。向け、え、名詞向けというのは、専門、专用の意味です。有些自动车学校设有针对一段时间为开车的人士设计的纸上驾驶教练课程。 重新教授基本驾驶技術。それではなぜペーパーなのでしょうかなも为什もや用う上这个词な。それは昔の運転免許は今のようなカード型ではなく紙、ペーパーでできていたので紙を持っている人だけのドライバー、 という意味で使われるようになったと言われています。だけというのは自由の意味です。ようになる、ようになったというのは変化を表す言葉。变成の意味ですね。这是因为以前の駕照不是像现在的卡片的形式、而是于 紙張自成的。因此被用来标志只是有那张子的驾驶者。皆さんも運転免許取得後は旅行やドライブなどで運転する機会も増えると思いますがドライブというのはォンの意味です。他家都认为取得驾照後 会有更多旅行或開车的机会。もしペーパードライバーになった場合も、運転免許証の更新は忘れないように気をつけましょう。但如果你是指上驾驶者、也请务必不要忘记驾照更新这件事を。はい、いかがでしたかではもう一度読み上げるので、 聞いてくださいペーパードライバーって何ペーパードライバーというワードを聞いたことありますかこれから免許を取る皆さんの中にもご存知の方が多いかもしれませんねペーパードライバーとは運転免許を取得してから運転をしていない人運転をする機会がない人 のことですペーパードライバーと英語で表現されていますが実は和製英語日本だけで使われている言葉自動車学校によってはペーパードライバー教習というしばらく運転をしていない人向けにもう一度基本的な運転の技術を教えるコースを設置している学校もあります それではなぜペーパーなのでしょうかそれは昔の免許証は今のようなカード型ではなく紙、ペーパーでできていたので紙を持っているだけのドライバーという意味で使われるようになったと言われています。皆さんも免許取得後は旅行やドライブなどで 運転する機会も増えると思いますが、もしペーパードライバーになった場合も、運転免許証の更新は忘れないように気をつけましょう。はい、いかがでしたかペーパードライバーとは、運転免許はあるが、ずっと運転していない人のことを言います。私は大学生の時に、 将来の就職にも役に立つと思い、免許を取りました。えー、役に立つ、よ、伴奏の意味ですね。家には車があったものの、もののというのは、ですが、くすという意味です。家には車があったものの、通学や通勤には電車が便利で、 車を運転することもなかったんです。通学、通学。通勤、去工作的時交通。また、自分の車を持つとなると、台湾みたいに車を買えばいいというわけではありません。車を持つ、よ、車子。わけではありません。不是这样就可以了。 日本では駐車場を確保しなければ買えません。在日本没有车庫或者是停车的地方、是没办法买的。維持費もかかるので、車を持つことや定期的に運転するのは現実的に難しい人も多いんじゃないかと思います。維持費がかかる保養費ですね。 今の若者は免許はあるが車を持たない人も増えてきています。それでペーパードライバーになってしまうのでは遠出するときや子供を持つとやっぱり車はなくてはならないものになりますよね。遠出する去子供を持つ有小孩 やっぱり「配数」遠出する時は車を持つとなるとやっぱり車はなくてはならないものになりますよね。なくてはならないものというのは「名誉不審という意味です。ずっと運転していなくて久しぶりに運転するとなると怖くて運転できないという人もいるんじゃないかな。 私もそうでした。大学の時に免許を取って子供が生まれて子供の送り迎えがあるので子供の送り迎え送り迎えというのはチェーソンの意味ですやらざるをえない状況にやらざるをえないざるをえないというのはプ得ドプーの意味です 約15年ぶりの運転です。でもまあ運転しているうちになれますよね。運転できるようになればいろいろなところに行けるし気分転換にもなりますよね。気分転換というのは转换心情来年の目標は 一人で遠くまで旅行することです。できるかなでは次の機会にまたお会いしましょう。ではまたさようなら。在日本過得还不错的一年 N3 加 N2 生活日与引因课程、1月24日前、先週五折、再送二十堂先生直播、详情请看资診欄。